どうもよろしくお願いします。 YouTube 看護大学の春です。本日のバズレクチャーは人工呼吸器はじめの一歩、呼吸筋疲労の軽減についてお話しさせていただきたいと思います。モニターや血液ガスが続いていれば問題ないと思っている人は要注意です。一度患者を観察してみましょう。呼吸筋の疲労はデータから観察しづらいです。データからは分からない呼吸筋の変化に気づくことはベッドサイドにいる我々に必要な技術です。この講義を受けることで一歩進んだ人工呼吸器の知識を身につけることができます。このチャンネルでは、看護や医療に関わる情報を提供しています。もしよかったらチャンネル登録をして YouTube 看護大学に入学してみてください。それではバズレクチャースタートです。本日の要点は4点です。呼吸筋疲労とは、呼吸筋疲労は報告しづらい、呼吸筋疲労の原因について、呼吸筋疲労への対応について。呼吸筋疲労とは、その言葉の通り呼吸する筋肉が疲労した状態です。つまり筋肉が疲れた状態ですね。どういう状態か具体的に見ていきましょう。例えば SpO298%、 PCO2 が 40mmHg だった場合、一見するとデータだけ見ると、悪くはなそうですね。だけど呼吸がはぁはぁはぁとすごい辛そうな呼吸だった場合、こんな呼吸がいつまで続けられると思いますか？ちょっと厳しそうですね。筋肉が疲れて呼吸がどん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 弱くなっていって、炭素化や換気にも影響が出て SPO2 の低下、 CO2 が貯留して患者さんの状態が悪化しています。なのでこの呼吸筋を使いさせないっていう呼吸筋疲労の軽減っていうのは予防が絶対に必要です。続いては要点2ですね。呼吸筋疲労は共有しづらいということがあります。呼吸筋疲労を見つけることはとても重要なことですが、報告しづらいということがあります。例えば、呼吸が辛そうですとか、呼吸筋を使っててとか一生懸命説明してもデータが落ち着いていると、その状態の悪さっていうのが分かりづらいんですね。辛そうっていう感情的な側面や正義感で人工呼吸器の調整の必要性を訴えても、呼吸筋の疲労って目の前にいる人には切迫して伝わりやすいんですけど、そうじゃない人にはちょっと伝わりづらいっていうことがあるんですね。呼吸筋の疲労の強化の指標のメインっていうものが見た目なんですよね。でこのように見た目っていうアバウトな指標で日本全国そして世界中でも対応が行われています。だから人工呼吸器に慣れてない医師に伝えるときに、あまり治療介入の必要性を理解してもらえない可能性があります。そして、ちょっと分からないから経過観察ですって言って、様子を見ていて、どんどん時間が経ってしまって、で、経過観察って言われたからなって言われて、徐々にこう酸素が悪くなったり換気が悪くなっているのを気づかなくて、気づいたら状態が悪くなっているっていう可能性があります。呼吸筋疲労の指標というのはこれだけアバウトな指標です。そのため深く理解することが必要です。要点の3番目、呼吸筋疲労の原因について。先ほどは見た目って言ったんですけど、もちろん呼吸筋の指標の厳密なものも確かにあります。それは呼吸仕事量です。呼吸仕事量は気道内圧のことですね。ただ臨床の現場でこの数値化して、しっかり使うっていうよりも、概念っていうものを理解していると非常に便利で分かりやすい指標なんで、一つ一つ見ていきましょう。呼吸仕事量は P=R×F+TB/C で、評価することができます。こういうなんか式出てくると本当に嫌になっちゃいますよね。僕もなんかあんまり好きじゃないんですけど、ただこの式っていうより中身を見ていくと理解しやすいので、一つ一つ見ていきましょう。P はプレッシャー、今回紹介する呼吸仕事量、気道のやつのことを示しています。 R はレジスタンス、気道の抵抗、空気の通り道の空気の通りにくさですね。 F はフロー、気道の流速、TB、タイダルボリューム、1回換気量、 C はコンプライアンス、肺の膨らみやすさを示しています。この式を覚える必要性は全くないです。難しく考える必要性もありません。要はここで示したいのは、呼吸仕事量っていうのは気道の抵抗とコンプライアンスが関わっているっていうことを理解していただければ大丈夫です。気道の抵抗が上昇すれば呼吸仕事量が増えます。コンプライアンス、肺の膨らみやすさが低下すれば呼吸仕事量が増えるっていうことです。呼吸仕事量っていうのは空気の通り道だったりとか肺の膨らみやすさ、この辺に影響を受けているってことがこれらの式から分かります。ちなみにこの式の P の呼吸仕事量っていうのは1回の換気を示しています。つまり呼吸の回数が増えれば増えるほど呼吸の仕事量っていうのは多くなります。つまり1分間で1回の呼吸だったのが3回になれば呼吸仕事量は3倍になります。
続いて要点の4番目、呼吸筋疲労の対応についてです。呼吸仕事量から考えると呼吸筋疲労の対応は大きく3つです。気道の抵抗の低下、コンプライアンスの上昇、呼吸回数の低下です。最初の2つですね、気道抵抗の低下、コンプライアンスの上昇ということなんですけど、これ前回の授業、換気の授業で行ったんですけど、閉塞性換気障害と拘束性換気障害、これらのことを示しているんですね。つまりどういうことかっていうと、気道の抵抗が上昇している状態っていうのは気道の異物、例えば痰とかあるような状態ですね。でこういったものがあれば空気が通りづらいので、それを取ってあげる、もしくは例えば気管が炎症してぐっと細くなっているんであれば、炎症を取るお薬を使ってあげることで気道を広げることで、より空気の抵抗をなくしてあげるっていうことができます。拘束性換気障害、これ肺自体が膨らみづらいっていう状態ですよね。この肺が膨らみづらいっていう原因、いくつかあるんですけれども、こういった原因を取ってあげるっていうことで、肺のコンプライアンス を上げてあげることで呼吸仕事量っていうのは軽減します。今回の授業では詳しいことはやらないんですけれども、ちょっとまだこの辺で理解が追いついてないかなっていう方は、ぜひ前回の動画見てみてください。最後に呼吸回数の低下ですね。先ほどの図で示したように、呼吸仕事量の式は1回の換気量が示してますね。なので呼吸の回数が少なければ少ないほど呼吸仕事量っていうものは少なく済みます。例えばこの呼吸がハー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 、早いのが痛みが原因であれば、痛みを取ってあげる。でもしくは熱が高い場合でも呼吸が早くなることがあります。こういった場合は解熱をしてあげる必要性があります。人によっては不安や治療による不快感、こういったものではぁはぁっていう風に呼吸が早くなっている方もいらっしゃると思います。そういった方にはちゃんと鎮静薬を使ってあげて、適切な、鎮静状態にしてあげる必要性があります。鎮静に関しても以前に動画を上げているので、鎮静興味あるよっていう方はこちらの方も拝見していただければと思います。まとめです。呼吸筋疲労は呼吸筋が疲れた状態で、データからは見つけづらいです。そのため深く理解することが重要です。呼吸筋の疲労を低下するためには、拘束性閉塞性換気障害への対応、呼吸回数の低下が必要です。長くなりましたが、人工呼吸器はじめの一歩シリーズは、以上で、終わりになります。はじめの一歩が思ったより長くて、大変申し訳ないんですけども、ここまで見ていただいた方は人工呼吸器のストーリーの流れを、掴めたと思います。ぜひまだ見てないよという方は他の動画を見てみてください。またもっと詳しい話が聞きたいなどリクエストがあればコメント欄に記載お願いします。この動画が良いなと思ったら方は、グッドボタン、またチャンネル登録をして、YouTube 看護大学にぜひ、入学してください。今日は以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。